皆さんこんこにちは、ビールジェンド大林です今回はベント・オーバー・ローのバリエーションでよりね後背筋に効かせるやり方っていうのを解説していきたいなと思います。ベント・オーバー・ローのやり方も解説してありますしそのバリエーションとして床に置いたところから。 バーを引いてくるペンドレイローなんていうねやり方も紹介させていただきましたけども実はねこのベンオーバーロー他にもいろんなやり方がありましてそのうちね一つ私が特におすすめしたいですね広背筋により効かせるためのベンオーバーローのやり方っていうのを今回は皆さんにね紹介したいなと思います。まあ、ベントオーバーローバロの 解説の動画でもお話ししましたけどもこのベントオーバーローに限らずローイング系系前から後ろにに引くのの種目っていうのは上背部が中心になってきます僧帽筋を中心とした背中の上の方の筋肉っていうのを、まあ、メインに鍛える種目になるんですけどもやり方を工夫すると僧帽筋が中心ではあるんですけどももうちょっと後背筋の下の方 通常懸垂とかラットプルダウンでしか鍛えられないような広背筋の下の方も使ってですねこのローイングの動作っていうのを行うことができるようになるのでこれができるようになるとよりですねいろんな刺激を背中に与えることができるようになるのでそれだけ背中の筋肥大の効率も高くなる。 ということでぜひこのやり方を覚えていいいたただきたいなと思いますこのやり方は私が考え出したわけでは全然なくてですねオールドスクールと言われるようなね昔ながらの種目だったりします。ボディービルを知知らないい方でも知ってると思いますアーノルズ・シュワルツェネッカー氏、まあ、某映画で有名な俳優さんですけども実は彼俳優になる前はボディービルの世界チャンピオンだったんですよ。 もう超一流のボディービルダーだったわけなんですけどもそのアーノルド氏がやっていたベントオーバーローのやり方でもありますし他にもですね背中がめちゃくちゃ強いことで有名な世界チャンピオンのボディービルダーが好んでですねやっていたっていうことでも有名なやり方だったりします。それだけ昔からですね いろんなトップのボディービルダーたちがやってきたバリエーションなので効果もしっかり証明されている種目なのでぜひぜひねやったことのない方は普通のベント・オーバー・ローの場合はなるべく上半身をまっすぐ保ったまま股関節が90度になるぐらいに倒してそこから溝落ちに向かって引いてくる。 っていう感じのフォームが基本になります。後背筋に効かせるフォームっていうのは多少ですね腰とか背中が曲がっても構わないので、大きくですねお辞儀をするようにしっかりと上半身を倒してですね頭をなるべく下に下げるような形でスタートポジションを取ります。そこから大きく肘をですね股関節にぶつけるように引いてくる。 ことでよりですね広背筋を使うことができるんですね。股関節に肘をぶつけるように上げていきます。溝内に持ってくると上背部に効いてしまうので股関節に上げていきます。 このローイング系の種目で後背筋を使うっていう刺激が実はなかなか難しくて懸垂とかラットプルダウンの上から引く動きではなかなかできない視点がね下についてるようなローリングマシンじゃないと この広、ね、背筋に効かせるようなローイングの動きっていうのができないのでそういうマシンがないジムに通ってらっしゃる方っていうのもまあたくさんいらっしゃると思うんですね私もその一人なんですけどもそうやって広背筋に効かせるためのローイングマシンがないっていう場合にはこのーーバーローが非常に効果的ですコツとしては腰を痛めるのを怖がらずにですねしっかりと頭を下げて お辞儀をするように大きく上半身を倒すことになります上半身が起きてしまうと普通のベントオーバーロード変わらないのでしっかりと頭を下げてお辞儀をするように上半身を倒すことが大事になってきますただそれを普通のベントオーバーローで使うような高重量でやってしまうと当然腰を壊してしまうので重量は正直大した重量を扱えません レントオーバーローだったらもっと重たい重量を全然使えるんですけどどんなに頑張っても自分の体重を超えてしまうともう腰を壊してしまうと思っといてくださいなのでこの1種目目でやるっていうよりはいろんな種目でしっかりと背中全体を追い込んでいただいた後に最後の締めとしてやっていただくっていうようなイメージで考えていただくのがいいと思いますなのでこう腰にね不安がある方腰椎の分離症とかねヘルニアとか持って いらっしゃったりとかぎっくり腰やったことのあるっていう方なんかは特に注意をしながらね取り入れていただければいいんじゃないかなと思います私もね結構ぎっくり腰が癖になっちゃったりするので結構ねあの注意はしてますしっかりと軽い重量で効かせることができるように本当に背中のトレーニングの最後に持ってくるっていうようなイメージでやってますぜひぜひですねこの広背筋に効かせるベルトオーバーローを挑戦してみてくださいということで今回は 後背筋に効かせる弁当バルのやり方を解説していきました。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。B レジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも新商品の情報を概要欄に記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。